こんにちは、エアリの編み物タイムです。今日は蝶を編むっていうことでね、編み図をね結構前に出していたんですけれども、ずっとその放置の状態だった分の編み方になります。で、改めてもう一回編んで確認してみたんですけれども、編み図にちょっと不備があることに気づきまして、なんで今回こう編み進めながらどこが違ったかっていうのも説明していきたいと思います。まあ、そんなに大したことではないんですけれども、それが抜けていると形が全然変わってきてしまうので、すいませんけれどもそれ確認をお願いします。で、どんな感じかっていうとこういう感じです。これね、もっと本格的に蝶にしたい場合はここ真ん中にね、こう体の部分を編んでって、こうなんか針金とかで触覚をつけてあげるともっと蝶っぽくなるんですけれども、私としてはこのちょっとゴムつけたんですけど、背中にね羽のようにつけてあげたいなと思ってこの形にしました。よいしょ、こういう感じ。もっとね妖精っぽいお洋服につけてもいいかなと思うんですけれど、こうですね。あとこの蝶は3段で編めるんですけれども、3段で全部色を変えてみても全然雰囲気が変わっていいかもしれないです。で、今回使うのはあのジョリータイム2波太の太さのアクリル毛糸なんですけども、毛糸の太さを変えることでも全然サイズが変わってくるので、それでもねこういろいろ楽しめるんじゃないかなと思います。あ、これ例えば3段全部色を変えた場合、これちょっとあの多少編み方が少し違うんですけれど、こんな感じでね3色変えるだけでも色が変わってすごい可愛くなります。あとそう、もっとちっちゃいので作るとこう髪の毛にねつけるヘア飾り、なんて言ったらヘアピン的なもの、そういったものを作ったりもできるんじゃないかなと思います。なんでねこの蝶の形おすすめです。これねあの八角形なんですよ。なんでその場所によってサイズを変えるだけで全然違うイメージになるので、全然オリジナルの形をいくらでも作れるタイプだと思うので、これを見てみて編んでみて、あ、自分だったらもう少しここを長くしたいなとか短くしたいなとか、そういったね工夫をしてみてもすごい楽しいんじゃないかなと思う編み方です。で、今日はそうですね、この白い方は6号針で編んだんですけれども、6号かぎ針ね、この黄色い方は8号のかぎ針で編んで、のかぎ針のサイズを変えるだけでこの大きさも変わってくるので、それはもうお好みでやってみたらいいんじゃないかなと思います。ちょっとゆとり持って編みたいので、今回は8号針、8号のかぎ針を使って編んでいきたいと思います。と、この黄色のね糸ですね、こちらで編んでいきます。ではまず輪に作る作り目で作っていきたいと思います。そうですね、長編み24入れる感じですかね、イメージ的には。で、3目編むごとに鎖を1つ、言葉で説明するとそんな感じですが、実際に編んでみたいと思います。まずは人差し指と中指に2回巻きつけて、このような感じで左手に輪を作って持っていきます。そしたらこの輪の中に針を入れて糸を引き出し、鎖を1、2、3回編みます。で、その後長編みを1、2、このような感じで 3本分の長編みができましたら、鎖編みを1つします。また長編みを1、2、3回編みます。また鎖を1つ、これを 8個分ね、 1、2、8個分繰り返していきたいと思います。
はい、8回編むことができました。そしたらここを縮めたいと思うので1回針を外してこの出てる紐を引っ張っていきます。でこれ引っ張った時にここ二重になってるんですけれど動く方の糸があると思うのでその動く方の糸をさらに引っ張って最初動かなかった方の糸をね縮めていきます。こんな感じですね。ここ完全にキツキツなんで輪が穴がなくなるぐらいまで引っ張る必要はないかなと思います。はい、そしたら、一番最初のね目1鎖3つ目の頭のところにかぎ針を入れて引き抜いて1段目は終了になります。そしたらですねこの、最初の長編み3つ分の最初のね鎖部分ありますよね。この 1,2,3 ここまで、針を移動したいのでの長編みの頭のところに針を刺したら引き抜く、針を刺したら引き抜くという感じでここの鎖のところまで針を移動してあげます。これで、特にこう目を増やさずに針の位置をこの空いてる隙間のところまで持ってくることができました。はい、ではここからまた鎖を 1,2,3 編みます。鎖を編んだら今度はまた長編みを1,2,3 はい、最初の鎖3目も入れて 1,2,3,4 4つ分の長編みを作りました。でまた鎖を1つ編みます。そしたらまたこの同じ隙間のところに長編みを4つ編みます。ちゃんと映ってますかね。ちょっと1,2,3,4 このような形になります。大丈夫かな、このような形になります。よいしょ。で次またこの隙間ですね、長編み3つ編んだ後の鎖のこの出来上がった隙間のところに針を入れます。でここは次は、長編みを2回長々編みを2回編んでいきます。まず長編みを2回、その次長々編みは、かける糸を2回にします。そして入れて2本ずつ2本ずつ引っ張って、もう一回やりますね。糸を2回針にかけます。で中に入れて糸を引き出した時にここで引っ掛けてこの2つを抜きます。また引っ掛けて次の2つを抜きます。そして最後にまた引っ掛けて2つ抜きます。これで長々編みの出来上がりです。これで 1,2,3,4 4個分作れたら鎖を1つ編みます。次はまた長々編みを2回、長編みを2回します。こ
うすることによってちょっとこう山形になりますね。長編み長編み長長編み長長編み長長編み、鎖が間に入って長長編み長長編み長編み長編み、このような形になります。はい、そしたら次またここのところもさっきのこれと同じように長編み2回長長編み2回、鎖編んで長長編み2回長編み2回、これをここの中で繰り返します。はい、できました。では次は、長編み4回鎖1つ長編み4回で1セットになります。こちらですね。はい、はい、4回鎖4回、またこの隣も長編み4回鎖長編み4回を繰り返します。2、4、鎖1、2、3、もう1回、はい、できました。そしたら今度またこの次は、長編み長編み長長編み長長編み鎖長長編み長長編み長編み長編みを、こことここがそれを繰り返します。で最後ここは長編み4鎖長編み4を入れます。で一周になります。ちょっとここまでやっていきたいと思います。で順番に混乱したら編み図を確認していただけると助かります。はい、2段目が出来上がりました。そしたら最後の目と最初の目の3つ目の1、2、3、3つ目の鎖の頭に針を入れて引き抜きます。これで2段目が終わりです。この蝶のすごく簡単なところは3段で出来上がるっていうところですね。で3段目がちょっと編み図と違うところがあるのでそれも合わせて説明していきたいと思います。はい、まず3段目を編む時も、2段目の時と同じようにここまで針をね移動させなきゃいけません。なんで、長編みの頭のところに針を刺して、ね、引き抜きながら針をここまで移動させていきます。はい、このような感じで移動できました。そしたら、鎖を1、2、3編みます。で長編みを3編みます。1、2、3で長編みが1、2、3、4、4つできました。で大事なこと忘れてました、3段目に入る前にこの糸を始末してしまいたいと思います。後々ねつなぎながら最後の段は編んでいくのでこれ始末するのがね一番最後になると大変なので先に始末しちゃいます。もうこれはギュって、ま、この部分は絞ってあるところなのであとはもう適当に上の方になじませて
糸の始末をして見えないように始末してしまえば大丈夫です。はい、早めに糸を始末しましょうという話でした。で、よいしょ、はい、3段目、長編みが4つ分、鎖、長編み、長編み、長編みという感じで4つ分編めたところでまで来ました。そしたら1回鎖をします。これは、こっちの長編みと次に来る長編みをつなぐための鎖1つです。それとは別に、鎖をこれから16編んでいきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16、 はい、折り返して一番最初のね、この16目以外で編んだ鎖のところに針を入れて引き抜きます。はい、そしたらまた長編みを4つここの同じところにね作っていきます。1,2,3,4、はい、これがちょうど蝶々の、この下の部分、ここにね当たるところになります。で、次は羽の部分編んでいきたいと思います。で、ここのところですね、大事なことを抜かしていたんですけれども、編み図の方ではここの間に細編みを入れるのを書き忘れてました。ここの間に細編みを入れずにすぐこっち側で長編みを始めるような形にしてしまったので、必ずこの一つの塊ができましたら隣のね、ここの部分に細編みを1つ編みます。そして次、この山になってるところねの間に針を入れて編んでいくんですけれども、次は長々編みを3回長々長編みを3回続けて編んでいきます。はい、まずはここね2回巻いて長々編みを3回編みます。ね、2本ずつこの2つね、2本ずつ引っ掛けて抜く感じですね。 1,2,3 長々編みを3回やったら、今度は長々長編みを3回です。1,2,3 長々編みってことは、今度この糸をね針に3回かけます。こういう感じで、同じように糸引っ掛けたら2本ずつ抜いてきます。また引っ掛けたら2つ、こんな感じですね。はい、結構長いです。これを3つですね。1,2,3。はい、ここまで編みました。3,3編んだら、次また同じようにこっち側にも作るので、それを渡すための鎖を1つ編みます。で、この鎖のところにピコットを作るので、まず鎖を3編みます。なんで全部で 1,2,3,4 4つ鎖を編む形になりますね。で、この3つの下じゃなくて、この鎖の根元、4つ目のところに針を入れて引き抜きます。よいしょ。こうすることで、渡している鎖の
鎖を土台にしてピコットができるという形になります。はい、そしたら今度は反対側、こっち側に編んでいくので、長々長編みを3回、長々編みを3回繰り返していきます。ちょっとね、ややこしいので、そこは、編み図を見ていただければ分かりやすいんじゃないかなと思います。混乱しそうになったらね、編み図を見ていただければ。はい、3回長々長編みをしたので、次は長々長編みを3回。はい、できました。で、またここでですね、私が編み図に載せ忘れた細編みをここにね、ちょうど山と山の間のへこんだ部分ですね、へこんだ部分のところに細編みを一つします。こんな感じですね。はい、これで羽の蝶の羽になる部分が出来上がりました。次も蝶の羽になる部分を作るんですが、その時にちょっと今までと違うことが起こるので、また説明します。同じく羽なので、長々編みを3回、長々長編みを3回ひとまず作ります。はい、長々長編み3、長々長編み3終わったところですね。そしたらこれも同じく、さっきと同じく間にピコットを作るんで、ピコットの土台を1つ編みます。それから、ピコットとなる鎖を3つ編むんですが、まず1つ編んだら2つ目の鎖を編むときに、こちらのねピコットとつなぎます。なんでこのこちらのピコットの頭に鎖を入れて引き抜きます。で、これでピコット2つ目の鎖目ができるので、3つ目のピコットを編んだら土台になる部分の鎖に針を入れて引き抜きます。よいしょ。こうすることで、さっき作った羽と次に作った羽をつなぐことができます。つまりね、これこんな感じでつながってるんですね、二重に。ここの部分を今作ってる感じです。羽がこんな感じでね、2枚になってます。で、また長々長編みを3回、長々編みを3回繰り返します。はい、この羽の部分がね、できました。またこのここの山になっているところの、このくぼんでいるところ、ここに細編みを一つで、次はここの部分ね作っていくんですけれども、今度はねこっち側にもこれできているので、これとつなげていきたいと思います。まずは長編みを4つ先に編んできます。1、2、3、4編みましたら、このね鎖16編むための土台の鎖を1つ編むんですけれども、この時にね、こっち側のもう出来上がってる方の根元の鎖のところに針を入れて、ここ引き抜きたいと思います。こうですね、こうしてここの根元の鎖のところに針を入れて引き抜きます。で、鎖
鎖を16編むんですけども、1,2,3,4,5,6,7 8個目編むときにこっち側の頭のところ、ここの8個目ぐらいのところに針を入れて、ここもつなぎます。でもこれは好みなんで、私はこんな感じでつないでますけれど、もうつながないで2つこう輪がね2つある状態がいいっていう方はここつながなくても大丈夫です。私はね一応ここがバラバラなるのが嫌だったんで、頭のところで1回鎖でつなぎます。6,7,8 でまたこう戻ってきて、このね一番最初に作った鎖の頭に針を入れて引き抜きます。で、ここに長編みを4つ編んできます。はい、こんな感じですね。これで片側の、羽ができました。今度ねこっち側にもう一つ下の部分の羽と上の部分の羽作っていきたいと思います。はい、だからこの山になっているところの下のとこですね、ここに細編みを一つ編みます。ごめんなさいね、この谷の部分の細編みが全部編み図では抜けてしまっているので、3段目は必ず、細編みが必要ということを覚えておいてください。それで問題、編み図的には問題ないです。でまたこういう感じで羽、下の羽なので、ここに来るのは下の羽なんですけれども、この時ね1つ目1枚目を編むので、つなげずにそのまんま長編み4つ鎖1つ鎖16、長編み4つそのまま編んでいきたいと思います。はい、またこの谷の部分に細編みを1つ編みます。次はこっちの羽と一緒の部分の羽を編むので、長々編み3つ、長々編み3つ、土台の鎖1つ、ピコット1つっていうのは鎖3つってことですね。で、長々編み3つ、長々編みを3つ、ここの中に編んでいきたいと思います。はい、羽の一つ目ができました。またこの谷の部分に細編みを一つ編みます。次も羽の部分なんですけど、次は、ここをつないでいきたいと思います。なんで長々編みを3回したら、ピコットのね頭の部分でつなぎます。はい、ここまでできました。長々編みを3回、土台の鎖を1つ編んだら、ピコットの鎖を1つ、2つ目を編むときにこのね手前の羽の部分のピコットの頭にね針を入れて引き抜きます。鎖ね、今1、2編んだ、土台の鎖、ピコットの1、2、2つ編めたので3つ目の鎖をして、で土台の鎖に針を入れて引き抜きます。よし、はい、そしたら
また長々編みを3回して羽の部分が出来上がります。もうこれは本当にね、自分でどういう風にでも、例えば長編みを、4回にしてみるとか、いや2回でいいやとか、自分でこう好きにね長さを変えたりしてオリジナルのものが作れると思うので、このね蝶々の編み方はすごく楽しくていいんじゃないかなと思います。羽の分ができました。またね谷の部分に細編みを1つ、はい、これでねあと最後の1個で終わりですね。はい、最後はこの下の羽のここの部分の反対側の部分ですね、対になる部分を編んだら終わりです。長編み4回で、鎖するときにこっちの鎖と引き抜いてつなぐ。また鎖を、8まで編んだら、8まで7ですね。8個目編むときにここの鎖とつなぐ。で、8編んで戻ってきたら、長編み4つして、細編みして、ここつないで終わりです。はい。3段しか編まないんで、とても簡単だと思います。じゃあちょっと一気に編んでいきたいと思います。もちろん全部編んだ後につなぎたいっていう方はそれで全然構わないと思います。一回こう一周、なんて言ったらいいんでしょう、全部を輪の状態でねこう編んだ後に畳んでくっつけていくっていうのもね全然大丈夫だと思うんですけれども、こうやってやってった方がこうなんか羽の位置とか間違わなくていいかなっていう感じですね。その一回輪に作ると、あれ折りたたんだ時に羽の位置がずれたりすることがあるんで、こうやってつなぎながらだと確実かなと思います。1、で、このくぼみのところに細編みを1つ編んだら、この細編みの部分と一番最初に作ったこの長編み鎖3つの頭をつなぎます。よいしょ、はい、これで出来上がりです。よいしょ、こうですね、はい、はい、こんな感じです。蝶が出来上がりました。これ本当に3段全部色変えても全然可愛いと思うので、これねちょっとこれまだ試作だったんでここがすごい短いんですけれども、でこれもつながない状態がこういう感じです。先にこのような感じで作って、最後に折ってつないでみても全然可愛いと思います。こうですね、はい、なんでねいろいろ試してみてください。じゃあちょっと最後ねこれだけつないじゃいますね。つなぐ時のコツですね。はい、最後の目、このね、輪の部分が、よいしょ、こっち側に向いてますよね。なんで、この輪が被るところ、その次の輪を作るところだから、ここですね。ここに針を入れて、戻って、ここに、出てきたここのところに入れて、下とつないであげると、はい、こう、パッと見、綺麗に鎖がつながっているような状態になって出来上がります。
はい、あとは糸始末を適当にって言ったらあれですけど、見えないように中に這わせて隠してあげてください。はい、蝶が出来上がりました。結構ね、あっという間にできるので、ちっちゃい糸とかでね作って髪飾りとかにしても楽しいと思いますし、私は今回この、ね、背中に羽のようにつけたいと思ってこの大きさで作ったので、こんな感じでね作ってブライスにつけて遊んでもいいんじゃないかなと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。メアリの編み物タイム、今日はね蝶を作るでした。ではまたね。